村上でございます。愛媛 FC2022 新体制発表にあたり一言ご挨拶申し上げます。愛媛 FC をいつも支えていただいているファンサポーター、スポンサー、行政、そしてメディアの皆様にまずは心から御礼申し上げます。J3 リーグが3月より開幕するにあたりまして、愛媛 FC も2022年の、シーズンを戦う新体制が固まりましたので、ここにご報告を申し上げたいと思います。愛媛 FC は常に希望を持ち、そして、目指せる、その時目指せる最上を目指す姿勢を持つチームでありたいと思っております。J3 リーグにいるわけですから、まあ、J3 リーグでズバリ優勝を狙う姿勢で戦い抜く所存です。今シーズンより石丸監督が新体制を始めます。新監督には攻撃的で魅力あるサッカーを期待していきたいというふうに思っております。これからの FC を楽しみにしていただけるよう全力を尽くすつもりでございますので、よろしくお願いいたします。以上、私の挨拶といたします。はい、皆さん、こんにちは。まずオンラインでの新体制発表に、切り替わりましたが、多くのメディアの方々に、ご参加いただきましたこと誠に、ありがとうございます。そして今シーズンもよろしくお願いいたします。トップチームは、今シーズン初めて、J3 リーグという舞台で戦うわけですが、昨シーズン、J2 から4チームが降格し、今までで一番レベルの高い J3 リーグになるのではないかと感じています。1試合も簡単な試合は、ありません。トップチームの J3 リーグ優勝という目標を達成するため、また、クラブの存在意義を示すための大事なシーズンになります。そのようなシーズンを迎えるにあたって、ウィーニングトゥギャザー、愛媛から紡ぐをクラブスローガンとして掲げました。はい、少し説明させていただきます。メインタイトルのウィーニングトゥギャザーは、今シーズン最も大事にしたいこと。サブタイトルには、クラブビジョンとなる、愛媛から紡ぐを入れています。愛媛から紡ぐには、糸を紡ぐようにこう繊維をこう寄り合わせて、より太くしていく、そういうようなこう糸を例えにしたもので、人を育むこと、人をこう人と人をこうつないでいくことというようなこう大きな2つの意味があり、これこそが我々のクラブの存在意義だと考えています。ウィニングトゥギャザーは、トップチームの選手スタッフはもちろん、レディースアカデミー、スクールの選手スタッフ、取締役、社員の方々、そしてクラブを支えてくださるすべての皆様と共に一体感を持って、勝利を目指していくという決意を表しています。地域課題に対しても我々が自ら動くことで、愛媛県民の皆様とよりつながりを深め、共に新たな社会を創造します。これまで以上に選手スタッフが地域に出向き、皆様と共に地域を盛り上げていきたいと強く思っています。ウィニングトゥギャザー、共に厳しいリーグ戦を戦い抜きましょう。また今シーズンからはチームスローガンではなく、クラブスローガンとして、クラブ全体、そしてクラブに関わるすべての皆様と共に共有し、新たな愛媛 FC を育んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。今シーズンもスポーツダイレクターをやらせてもらう吉村です。自分からはフットボール
フットボールのことについてご説明させていただきます。社長が冒頭で挨拶で発言したように、今シーズンは愛媛 FC のフィロソフィーでもある攻撃的で魅力的のあるサッカーを体現したいと思っています。具体的には1試合で試合シュート数を10本以上、サイド中央から得点できる攻撃力などを体現できる選手スタッフを招集できたと思っています。私が思う J3 での優勝できるチーム像は攻撃的なチームだと考えています。そのスタイルを体現できる選手を獲得いたしました。石丸監督を招集した理由としては、攻撃的なサッカーを体現できる人材、育成に長けた監督だと思っています。このスタッフ選手で目標を達成できる準備ができたと思っています。今からでも開幕は楽しみですし、楽しみにしていてください。ございます。今シーズンより愛媛 FC で監督を務めさせていただきます石丸です。8年ぶりに愛媛 FC に携われることをとても嬉しく光栄に思いますし、同時に責任も感じています。今シーズンは初めての J3 のリーグになりますが、しっかりチャレンジしていきたいですし、非常に楽しみでもあります。後から、新加入選手の紹介もありますけども、たくさんいい選手も入ってきてくれましたし、新たに、新しいスタッフも迎えることができました。既存の選手含めて、生まれ変わった愛媛 FC が見せれるんじゃないかなというふうに思っています。まず、チームとしてのスタイルを確立しなきゃいけないなというふうには思っています。先ほど話ありましたように、アグレッシブフットボールという言葉をあえて使いたいと思ってまして、魅力ある攻撃的なサッカーを目指します。時間はかかるかもしれませんが、全員で成長しながらやっていきます。そしてまた皆さんに誇りを持ってもらえるようなチームを作っていきたいと思っています。今シーズンも愛媛 FC のファンやサポーターの皆様と共に、ワクワクとした最高なシーズンにしたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、まずはすみません、自己紹介をよろしくお願いします。ビファーレン長崎から来ました、背番号1番ゴールキーパーの徳重健太です。J3 優勝、 J2 昇格を、達成できるように、しっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、徳島ボルティスから加入しました、背番号2番鈴木大成です。自分自身、プロ今年4年目で、この3シーズンは、本当に思うような結果が残せていなくて、また AMFC さんも去年、降格という、苦しい状況に立たされて、本当にリリースコメントでも書かせていただいた通り、AMFC と共に強くなるという強い気持ちを持って、僕自身、今年本当に勝負の1年だと自分の中で位置づけていますし、AMFC にとっても本当に勝負の1年だと思います。自分の全力を愛媛市に捧げて、J3 優勝、J2 昇格というのを達成したいと思います。よろしくお願いします。はい、ベガルタ仙台から来ました、佐々木匠です。J2 復帰に向けて、全力で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、東海学園大学から来ました、小原元樹です。昨シーズンは特別指定選手として、出場していたんですが、今年から、正式に愛媛の一員としてプレーできることを、大変嬉しく思います。去年よりも、より一層結果にこだわってやっていきます。応援よろしくお願いします。はい、はじめまして、浦和レッズから加入します大城圭です。今年愛媛 FC が掲げている J3 優勝、そして、J2 昇格に向けて、自分の持ってる力を最大限に発揮して大きく貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。
FC 琉球から来ました茂木俊介です。背番号217です。よろしくお願いします。はじめまして、ジャスパ草津群馬から来ました。背番号18番フォワードの新光平です。僕の特徴はやっぱゴール前での、ストライカーとしての仕事の部分だと思うので、そこを存分に発揮して J2 復帰昇格に、貢献できるように、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、今シーズンから加入することになりました背番号20番ミッドフィルダー矢田朝日です。チームの目標である J2 昇格のために自分の全力のプレーを、はい、試合で出して貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。愛媛市アンダー18からトップ昇格しました黒川来平です。今年は1試合でも多く試合に絡んでいきたいと思っています。愛媛のために全力で戦うので応援よろしくお願いします。はい、FC 矢本平方から加入することになりました背番号24番の佐藤亮です。感謝の気持ち と、 あと初心の心を忘れずに自分の特徴である、ドリブルであったりゴールそしてチャンスメイクなので愛媛 FC の勝利チームの勝利に貢献してやっぱ1年で J2 に復帰できるように頑張りたいと思いますので応援の方よろしくお願いします。サガン鳥栖から来ました31番の板橋陽生です。愛媛 FC の勝利のために全力で頑張ります。はい、大阪体育大学から加入しました背番号33番、小川空です。今年は愛媛 FC のために、自分が持っているすべてのものを出し、クラブの目標でもある J2 復帰に向けて、全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。愛媛 FC の森下礼也です。よろしくお願いします。はじめまして、大宮 RDJ から来ました大里芽です。今シーズンは愛媛 FC の J2 昇格に向けて、がむしゃらに頑張ってきます。熱い応援よろしくお願いします。はい、セレッソ大阪から加入しました松田力です。J3 優勝 J2 昇格っていう、はい、ミッションを達成するために来たと思ってるんで、はい、今年1年死に物狂いで頑張りたいと思います。はい、京都サンガ FC から今シーズン加入させてもらう森脇亮太です。皆さんよろしくお願いします。はい、まずはじめに15年ぶりにこうして、愛媛 FC で再びプレーさせてもらう機会をいただけたこと、また、村上社長をはじめ愛媛 FC の関係者の皆様に本当に感謝を申し上げたいなと思ってます。本当にいいプレーさせてもらえる機会をいただきありがとうございます。僕自身久々にこう愛媛 FC に帰って、プレーさせてもらいますけど、本当に気持ちが今踊っているというか、ワクワクドキドキしている、そんな気持ちです。本当に早く愛媛 FC の選手の皆さんと、また、スタッフの皆さんとプレーしたいなと、そういう思いで今ここに立たさせてもらってます。